国民的スターが必ず生まれるっていうこと自体が幻ってことですか。そうで、やっぱそのクラシック音楽のものすごい作曲家ってもう何百年も出てないじゃないですか。うん、ああいう感じで実はそんなにいっぱい出るもんじゃないんだよねっていうことなのかなっていう気もするんですよ。うん、今回の動画は愛知県の出張コーヒーやアエンコーヒーさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。まあ、しかもどんどんスマホが普及して、まあ、それぞれがそれぞれで調べて好きなものを、小さいコミュニティのカリスマがいっぱい世の中にいるっていう感じの世界ですもんね、今。ビートルズとかそのマイケル・ジャクソンを超える人はもう出てこないと思うんですよね。それはもうシステム的にってことですか、世界も。その、ね、マスメディアっていうものが数限られていて、なのでそのビートルズっていうのが来た時に世界中がビートルズって言うようとなるんですけど、もうそのメディアが YouTube 含めていっぱいあるので、みんなが見るメディアがない以上、みんなが知ってる人も生まれづらいっていう。あとはその世界が近くなりすぎちゃったせいで、その日本の中のすごいやつが世界と比べると大したことないよねっていう、その井の中の蛙を褒めづらくなっちゃったんですよ。BTS とかで同じアジアの人が成功してるからってのもあるんですか。やっぱりその、まあ、男性グループも女性グループもその韓国の人たちがスタイルもいいし歌もうまいしで踊りもうまいっていうのが出ちゃうと、なんか日本の子たち見て なんでこんなに熱狂しちゃうんだろうっていう、比較対象のレベルが高すぎる。古内さん的には、まあ、そのやっぱ YouTuber よりも、今後もやっぱタレントの方が立ち位置はずっと上だろうなっていう感覚ですか。この人の方が上っていう風土をどういう基準で判断するかになってくるんですよね。まあ、お金の面で言ったら YouTuber の方が稼いだんですよね。だから20代で億稼いでるタレントって、その自分で事務所やってるアーティスト以外ほぼいないと思うんですよ。その芸人とか役者にやっぱ億いかないじゃないですか。なので、お金で行くと YouTube なんですけど、存在感とかだったりっていう、その周りの大人とか雰囲気とかを含めて作り上げるものだったりするので、なので、格みたいなもので行くとなかなかやっぱり難しいんじゃないかなと思うんですよね。その YouTube の中で言われてる美人ってそんな美人じゃないじゃないですか。広瀬すずみたいな人じゃないっすね。なんか YouTube でのイケメンも所詮その程度なんで、例えば女性が美しいと思うっていうのも顔形以外にも立ち振る舞いも含まれるってことですよね。やっぱりどんなに綺麗な人がフワちゃんみたいな立ち振る舞いをしたら、あの人って可愛いとは言われてもカリスマ性のある美人という評価にならないと思うんですよ。YouTuber 的な立ち振る舞いをしている限り、やっぱりカリスマ性のあるその美女とか美男子という人を見ないんじゃないかなって思うんですよ。あとそんなことしなくても増えるんで、あの頑張らない。あの美女って大体話面白くないじゃないですか。あ、そうですね。確かにめちゃくちゃ年取ってから面白くない人がいるかもしれないですけど、うん、20代美女ではいないかもしれないです。面白くなる必要がないですよ。うん、そこの努力も全くいらないですもん。YouTuber になっちゃったら確かに、まあ、トークもできなきゃいけないですもんね。多少可愛くて、コンテンツ作れないですよね。要はあの綺麗でしょうっていうだけだと10分持たないん で1回やったら次あとどうするってなっちゃうんで、まあ、元々国民的スターっていうのがいるっていうのが連想だと思うんですよ。だからそのまあフランスとかだと人種も違うので、そもそもじゃあその誰が好きっていうので絶対この人だよねってのはまずバラバラだし、アメリカもそのヒップホップ好きな人もいればカントリーが好きな人もいるとかなので、なのでバラバラだよねっていうか、割と他の国は当たり前に続いていくんですけど、日本は同一性が高いので、なんかみんなが知ってて好きでみんながこの番組見てるっていうのが他の先進国の国よりも長く続いちゃったっていうことだったりするんですけど、まあ、それこそもう日本の若者で音楽とかだと、もう別にメジャーアーティストじゃなくてもナメダルマとかヒップホップの別にレコード会社みたいなとこ所属してない人がもう数千万回再生の MV 出したりとかしてますもん。それこそ大麻とかはどうなっていくと思いますか。僕は大麻は日本は遅いんじゃないかなと思ってるんですけどね。その
多数派の人たちが知識をアップデートしない国なので、タイも合法だし、フランスもある種合法だし、アメリカももう大統領がほぼ合法にするって言っちゃってるんで、なので先進国は合法の国の方が多分多くなってきたんですけど、カナダも合法だって。ただでも別に海外がどうとは関係なく知識をアップデートしないのが日本の特徴なので、変わらないんじゃないかなと思いますけど、このアップデートしない感はいつ終わりますか。その文化とかに根付いているので、長男が第三を継ぐという文化じゃないですか、うん、遺書を書いた時にじゃあお前に財産をあげるっていうことができるので、そうすると自分の親にずっと従順に従ってた人がその利益を得るっていう構造なんですよね、家族の場合は。で、会社も日本そうなんですよね。株主が社長を決めるというより、社長が次の後継者をこいつだっていうと、じゃあそうなんですねっていう形で後継者が選ばれるので、上の人に言ったことを従順に従ってた方が身入りが多いっていう文化圏と法律形態、そこら辺のその法律も含めて仕組みがそうなっちゃってるんで、なのでなかなか変わらないんじゃないかなと思うんですけどね。例えば国によってはその遺産に関してこいつにあげるって言っても、完全に兄弟で、いや俺の取れるのこれだからっつって公平に分配されちゃう国もあるんですよ。そうすると別に親に一生懸命世話したから取り分増えるわけじゃないので、別に親の言うこと聞かないんですよね、うん、どうせ死ねばもらえるよう決まってんだから、うん、っていうその法律体系の文化圏だったりとか、アメリカみたいにその株主投資をバンバンやって、その無能な経営者を叩き出して優秀な人をいきなりすぎるっていうのは、その法律上とか裁判でもその方がメリットあるよねってなると変わるんですけど、日本は法律体系がそうなってるんで、なんでそこ変えようとするともうなんか国会議員が何年もかけて変えるとかになるので、なかなか難しいんじゃないかなと思うんですけどね。そんな国で幸せに生きたくためにはどうしたらいいんですかね。でも同じことをやり続けるだけで生活できてた時代はそれがすごく良かったので、なので昭和の時代はすごく日本うまくいったんだったんですね。今日も明日も同じことをやり続けるっていうので問題がなかったんです。なので変化が早い時代は日本みたいな国っていうのは乗り遅れるっていう、たまたま日本みたいなやり方が昭和の時代うまくいってたっていう、その時代とマッチしてただけで日本人が優秀だったわけではないっていうところにまだ日本の人たちが気づいてないっていうところかなと思って、近年とは何かがずれちゃってるんですよね。その結果を出すことが正しいよねっていうのが割とその西洋的な文化的な正しいなんですけど、その言われた通りに一生懸命努力していて結果が出せなかったとしてもそれは正しいよねって割と日本の人って考えがちなので、なのでそこはずれてるんじゃないかなと思います。ひろゆきさんが生み出してるその、2チャンネルだったりとか、YouTube のその切り抜きを始めたとかっていうのは、面白いからやってるっていう面もあるけど、結果を出すってことが、一番に重きを置いて設計されてるんですか、じゃあ。もともと僕が YouTube のその配信をやってたのって、長尺でずっと喋り続けてスパチャを答えるだけっていうのをやると、すごく効率がよく設けられますよっていうのを、説明しても誰もやってくれないので、ショーケースとしてやったんですよ。それをやればいいじゃんって推奨してたんですか、他の人たちに。その YouTuber の事務所的なことをやってたので、その企画を考えてやりますっていうので、でも所詮動画10分とかじゃないですか。で、僕が2時間とかやると、だいたいその12倍とかの再生時間なので、収益も12倍とかになったりするんですよ。で、さらに企画も考えなくていいじゃないですか。来たの答えるだけだから。で、その来た、その質問っていうか、そのネタも相手がお金払ってるんですよね。なので、めちゃくちゃ効率いいからこうやった方がいいよって言っても誰も信じてくれなかったんで。だから自分でやったと思うんですよ。すごいですね。その仮説 100% 以上に当ててるというか、そういうのはもうどっから組み立てて思いつけるんですか、普通に。やっぱ、いちいち動画って編集するのって、効率悪いよなとかっていうところからですか。YouTube がまず面白いものをみんなが見てるわけじゃないっていうのを僕結構前から言ってるんですけど、なぜか信用されなくて、悪い意味じゃないですけど、ヒカキンさんとめちゃくちゃ面白かった動画を5つ上げてくださいって言って5つ上げられる人ほとんどいないですよ。でもヒカキンさんの動画を見てる人ってずっといるじゃないですか。
あれは面白いが重要なんじゃなくて、ヒカキンさんがやってるものを見ると安心するっていう、僕ラジオの文化だと思うんですよね。その吉田テレビさんのラジオが十何年だって、なんかすげえ長い時間で、じゃあ面白かった回言ってくださいって言ったら、多分上げられる人ほとんどいないと思うんですよ。でも生活習慣としてあれをずっと聞き続けるっていうのをやってるじゃないですか。まあ、YouTube って多分そっちの方がうまくいくんですよね。だから面白い必要ないんですよ。生活に馴染む、習慣化させるかどうかで、なんですけど、なんか面白いものをやらなきゃいけないと思い込んじゃってる人が割と失敗する。そのクオリティの高い動画みたいなものは増えてきてるじゃないですか。その、まあ、お金のかかったというか、そのスポンサーが、いて、ウィンウィンウィンみたいな感じで豪華な、でしかもそれでちゃんと再生も回るみたいな、オーバースペックというかリッチなコンテンツというか、ソーシャルゲームが20年前ぐらいにめちゃめちゃ儲かったんですけど、でグリーとか DNA という会社が上場してめちゃめちゃ利益上げたんですけど、あの時代のゲームの制作費って1000万いかないぐらいで作れたんですよね。でそこからじゃあそのちょっとずつ絵が豪華になって声優をつけてプログラムも凝ったものにしてってなって、で今じゃ1本当たり数億円とかなんですよ、うん、そうすると1000万で作って5億円儲かったらめちゃめちゃ儲かったんですけど、4億円で作って5億円だと結構微妙なんですよね。でたまに4億円で作って1億円しか売り上げがないみたいになっちゃったりして、うん、っていうのが割とエンタメって起きがちで、で YouTube も別にもともとは個人が喋って動画上げて、じゃあ1動画で20万円儲かったすごいよねっていうのに制作費をバンバンかける方向になっちゃったんですよ。で、ウィンウィンみたいなのがあるおかげで、そのもっと制作費をかけたらもっと目立つじゃんっていう、あの争いに行っちゃった人は多分帰ってこれなくなるんですよ。もっとお金かけた人とか、もっと有名な人とか、それじゃあガイタレ呼ぼうとか。なのでドラゴンボールで強さのインフレってあるじゃないですか。あの状態に行き着く先には多分勝者がいないんですよ。効果が得られるほど再生を回せないっていうこと。その毎回毎回うまくいくわけだから、たまに失敗した時に赤字の幅がでかすぎるっていう。でも成功した例だけを見て、あ、じゃあこれだけお金突っ込んだらうまくいくんじゃないかって思い込む人がいて、そこと戦わなきゃいけない。ああいう大型番組でいうとこの成功例でいうと、まあ、ウィンウィンウィンと、まあ、ブレイキングダウンがまあ2強っていう感じですよね、まあ、ブレイキングダウンそんなお金かかってないですよ。お金かかったんですか。いやだって素人じゃないですか出てる人。でもあれ格闘技のプロ呼んだら1人当たりの試合のギャラと桁が違う、丸の数全然違いますね。大型番組感は出てるけど、でもまさかギャラ払わないじゃないですか出てる人素人だから。パンツスポンサーとか勝手にスポンサーがついてるし、うん、あれって会場のチケットとかもちょっとかなり高いんですもんね普通にね、まあ、一応会場費とかはそれなりにかかりますけど、それはスタジオ代とホーム一緒なので、でも別にその大宮のでっかいドーム借りてとかになったりすると1日何千万円とかかかるじゃないです か、 だからそういうコストをかけないでキャストにもコストをかけないで回してるので、あれすごいですよね。あそこから素人からスターに生まれて、うん、そこからそのスターが浅倉未来さんとまたのチャンネルで絡んでまた再生回すみたいな、うん、めちゃくちゃいい循環の仕組みになってますよね。それが低コストだからうまくいってるので、あれがお金かけ始めると多分赤字になって大変なことになる、うん、とか。じゃあひろゆきさん的に言うとまだあのブレイキングダウンは低コストっていう感覚なんですよ。逆にどこが高コストだと思ったんだろうっていうのは不思議で、もうこの前の6とかなんか国立競技場かなんかでオーディションやってたりとかしたから、あれはなんか高コストに 見えたっていうことですかね。なんか、まあ、あれはたまたま使えるコネがあったのと、あとあの日に別のイベントの収録を国立競技場でやる予定だったんですよ、うん、なのでそれもあるので高くなったっていうのがあって、それじゃ回ってきたみたいな感じなんですか、どっちかっていうと。まあ、なかなかあそこは取れないので、ちょっと別のイベントであそこを使った方がいいよねっていうところが、雨になっちゃったので、競技場を使えなくて、なぜか競技場の倉庫みたいなところでやるって、すごい無駄なお金の使い方したんですけど。あ、そういうことなんですか、あれ、はい。なんで国立競技場なんだろうなと思ったんですよ、確かに。うん、でもそのスケール感のアピールだったりとかするのが、あ、たまたまなんですね、あれ。レディオブックっていう、ブレイクダウンやってるユーゴさんの会社で、フェラーリと一緒にプロジェクトをやってて、うん、で、そこの発表会を国立競技場でやるはずだったんですよ。うん、あ、やったんですけど、うん、
なので、そこで国立競技場をそもそも借りてるっていう状態で、でもそれが、夕方からのイベントなので、うん、じゃあ日中はブレイキングダウンで使えるじゃん。逆にそもそもじゃあ、もともと押さえてるから、ただみたいなもの使ってるところですか？まあ、ただじゃないですけど、ただまあ、二つやれるんだったら、もっと来れるかもねと思って、晴れてたら、競技場の真ん中にリンク作って、すごいいい家になると思ったら、雨だったから、国立競技場で撮る必要ないことになってしまった。あ、そうなんですか。だから YouTuber の人たちの裏側動画みたいなのだけなんかみんなすげえとこに来ちゃったみたいな、うん、じゃあでももっとハイスペックハイスペックになっていく先はちょっと厳しいんじゃないかっていうことな。どっかのラインでは回収できるんですけど、最終的にそのもっと豪華にもっといい人っていうそのインフレになっちゃうんですよね。一回じゃあレベル下げると、あ、レベル下がったよねって言われちゃうじゃないですか。でそうすると、あれってなんか最近もうなんか勢いをしてやるねって言われちゃうので、そこでコストを上げ続けなきゃいけないっていう競争に巻き込まれて、利益率が下がっていくっていう。確かに、僕も今話聞いてて、フランスとか来ちゃってて、確かにコストかけ始めてるから、なんか。やばいっすね。やばいよ。僕だから三四郎さんが取らなくなったらもう終わりだと思ってます。あ、それはでも、僕も優秀な経営者みたいな、ことには絶対なれないと思うんですよ。どっかのこの気持ち悪いんだけど意外と見れちゃうみたいな、よくわかんないバランスでなんとか、来れてるというか。そういうこと、僕もこうやっていろんな人に会えるのが楽しいからずっと続けてるってのはありますね。もう2年半ぐらいやってるんですけど今、うん、別に今も全然会ってないですよ、気持ち的に本当に、うん、ただその昔は再生数とか登録者数を伸ばすために毎日投稿しなきゃっていうのがあって、それこそ無理やり取材してたのにもしてたんですよ。それを今度まあ100万人超えたら週4ぐらいにして、週4ぐらいにすると枠が埋まんないからこの応募の人をもう救い上げちゃおうみたいなことは一つなくなってくるかなと思うんで、確かに僕が取材をやめるってことはまあ病気するとかそれぐらいだと思いますね、きっと。やっぱそういうところも含めて、山田さんポンコツだからうまくいくんだと思うんですよね。そうですね。多分その金払うから出してくれよっていう人を、じゃあ僕やんないで他の知り合いに任せてみようとかで、ちょっとこの人取ってきてよって言ったら全然取ってくるじゃないですか。でそれ乗せるだけでお金丸々入るじゃないですか。っていうのをやらないポンコツさっていうのも多分成り立ってる理由なんだろうなと思うんですよね。あ、でもそうですね。それもなんか、まあ、結局僕はなんかもうテレビ業界とかで出世することをなんか諦めた人間なんですよ、うん、誰かに選ばれなきゃいけないじゃないですか、テレビにいると、はいはい、で選ばれる優秀さはないし、でかつちょっと多動っぽいから、僕も、うんうん、多動とか衝動性とかあるから、そのあんまりなんか言うこと聞きたくないんですよ、あんまり人の、はいはい、ってなんかなってくると、なんでこんな YouTuber とか何チェックもなく楽しそうに動画出してるのにプロの俺たちこんなに苦しんでるんだろうみたいな気持ちになってて、はいはい、でなんか飛び出しちゃったみたいなところなんですよ、ね、だからそうですね、なんか、まあ、唯一どうにかなるかなって思ってるのは、30年続けるつもりで、でなんかなるべく一応その人の得になるようにっていうのを忘れないで作り続ければ、なんかまあ徹子の部屋って30年続いてるじゃないですか、はいはい、でタモリさんのテレフォンショッキングも30年続いてるじゃないですか、はいはい、まあ、それのもうちょっとなんかディープなというか、でかつ芸能人以外で一般人も出れるみたいな番組、まあ、僕は番組だと思ってやってるんですけど、はいはい、だったらなんかまあ面白いんじゃないかなというか、そのあと歴史があればあるほどまあ真似できないじゃないですか、はいはい、後発で追ってもっていうのはなんか思ってるっていう感じですかね。あ、なんか三四郎さんの愚直さが強いですよね。これだけ100万登録いっていろいろ多くの人が出てってなると、人は多分浮かれると思うんですよ。例えばその三四郎さんのインタビューで成立してるわけだから、俺のインタビュー能力高いということは俺のファンがいるはずだっていうので、もうちょっと自分の露出が増える人って多いと思うんですよ。自分を映したりとか、その俺が聞くんだよっていう、でも未だにずっと裏方の人っていう場所に居続けるじゃないですか。自分にそのカリスマ性とか、この有名 YouTuber ですよっていうのをまとわないで、
だからそこなんか自分に対する諦めをずっとまだ持ち続けられるのは結構すごいなと思ってて、もう一般的には大成功じゃないですか、 YouTuber で100万人撮るって。でもそこのなんか成功者であるという認識が持ててないところがすごいなと思って。あー、なんかそれも劣等感勝ちてるからかもしれないですね。あの言ったらやっぱカメラを自分の前でやってなんか本気で勝負してる人にはなんかどうやったって勝てないなというか、まあ、僕もだからその自分の何ですか、あの鬱憤を晴らすために自分が喋ったりとかするサブチャンネルやってるんですけど、別にやっぱどうやっても自分だけのコンテンツにしようって気にならなくて、結果外録で消化できないなんか過去の出演者の人たちとかの話その後とかもう、だからなんか試してみたこともあるんですけど、はいはいはい、まあ、主題歌作ってくれてる大森聖子さんっていう人がいるんですけど、僕はその人の歌とか聞いて、まあもうなんかテレビいいやと思ったんですけど、そういう説得力みたいなのがなんか自分の言葉で生み出せる気がしないんですよね。なんか逆にそういう人がいないからこそなんかまああんま能力なくても勝ててるっていうのはあるのかもしれない。いや、だからまあ、その、いい意味で能力がないからこそ、結果としてすごくうまくいっているので、でもうまくいかせることが能力じゃないですか。うん、だから、その、いろんな人のいろんな目を引き出すっていうところが、三四郎さんができているのは事実じゃないですか。うん、でも、それが、その、ちゃんと勤勉に相手を調べたりとか、その、いろんなこう知識を持ってるからやるわけではなく、愚直に、その淡々とやり続けるっていう能力がないがゆえに結果としてうまくいってるっていうのを能力と呼んでいいのかどうかっていうのも難しいんですけど、ただ褒めようと思ったらいくらでも褒めれるじゃないですか。だって人のインタビューでそんなにうまくいく人いますっていう、うん、だからインタビューのつもりでやってないからかもしれないですけどね。なんか前に吉田豪さんと イベントさせてもらって、なんかインタビュー対談みたいなタイトルつけられた時にちょっとなんか恥ずかしかったというか、なんか吉田豪さんはやっぱプロじゃないですか、はいはいはい、やっぱ本当にどこから情報を持ってきてんのっていうものを知った上で臨むから、はい、まあ本当にインタビュアーだと思うんですよ、うん、で僕どっちかというと動画作るのが目的なんですよ、はいはい、でなんかあんま趣味とかなくて仕事もなんとなく決めたんですよ AD って、はいはい、あのテレビちょっと好きだからぐらいで、でなんかそれでたまたま編集とかしてみたら、あ、なんか今までで一番楽しい顔みたいな気持ちになって、だから自分の自由に動画作りたいっていうのがあって、うん、なんか全部知ってちゃうとリアクションが取れないじゃないですか。マニアックな情報が知りたいっていうよりもなんか動画見てる人って一緒に驚きたいっていう気持ちの方があると思うんですよね、うん、なんかその人の8合目ぐらいの情報をこれってこうじゃないですかって言ってから始まるのってちょっと感情移入もしづらいじゃないですか、はいはいはい、なんかそのついていけないというか、はいはいはい、うん、でも、まあ、今回はちょっとひろきさんがなんか僕あのそんな喋ることないですよとかっておっしゃってたから、ってなるとちょっと多少はっていうことで、まあいつもとは違うかもしれないですけど、はい、その僕自分の話そんなにするの好きじゃないので前半めちゃめちゃ居心地悪かったんですよ。ああ、そっか、それは思いましたけど、なんか本当に申し訳ないなんかズーズーしくなんかこうやって来ちゃって俺なんかすげえ嫌な思いさせてるなとか思って。あ、伝わってました。それは伝わらない。でもこれでもいや待てよと思って、これちょっとフランスまで来てるしここで終わらせなきゃねえかみたいな感じの、ひろきさんも優しいから別にもういいっすかとか言ってこないから、それはじゃあちょっとなんとか、やっぱ自分がそのなんとなく嫌いだなってものをやってみると、やっぱり自分のこと喋ると本当に嫌いなんだなって自分で自覚できたんで、そういうの面白かったです。あ、そうですか、はい、いや、むしろ最終的に面白かったって言ってもらってよかったです。なんかその自分のこと喋るの嫌なんですっていうのはいろんなところで方々言ってて、もうあんまりやってなかったからなんでそんなに嫌なのか忘れてたんですよね。あ、それなんかあるんですか、そういうちょっとしたコンプレックスみたいなものとかって。面白くないですよ。本当ですか？だって、でもひろゆきさんの人生は間違いなく面白いじゃないですか。ああ、僕が面白くないんですよ。ああ、そう。いや、僕が知ってる僕の話をしても僕は面白さが全くなくて、で、そのそれがなんで面白いのかがわからないんですよ。他の人が聞いても。
だからすごく無駄な時間をお互いに使ってるっていう感じが僕の中ですごいこう続いてて、だから、あ、早く終わればいいなって思い続けるっていうのは、あ、この感じが嫌いだったってなんか思い出せた。でも清さんって人の話を聞くのは結構好きですよね。はい、好きです。あの、まあ、それリハックとかね、まあ、仕事の面もあるんでしょうけど、そうじゃない部分を垣間見えるというか、純粋にあの聞いてるのも面白いっていう。他人が聞くのって新しい情報入るじゃないですか。僕が僕の話をしても情報価値ゼロなので、人生の時間を無駄に過ごしてるという感じしかしないです。知ってることをただ知らせるだけで、うん、そんな承認欲求とかないですか。マイナスなんじゃないですかね、なんか今思うと。マイナス、そのちやほやされたい人だったら多分僕日本に続けてると思うんですよ。ああ。どちらかというと、あの、人にその認識されたくない側なんですよ。そうか、別に今のやってる配信の再生数とかがなんか落ちたりとかしてもあんまりショックじゃないですか。別に、ね、多分顔消しても成立すると思うんですけど、ただ顔消して成立すると思うと思ってやってみたオリエンタルラジオの中田さんから大失敗したんで。あ、それはじゃあちょっと、ひろきさんも、あれ成功したら俺もみたいな気持ちあったんですか。そうですね。だから、あれ成功したら全然そっちがいけると思ったら、ものすごい大失敗したので、まだダメかって。でも、実際にあの、アバターでやってる動画自体回ってないこともない、まあでも確かに、あの、熱量は下がってますもんね、明らかに。まあその、失敗した例だから面白いと思って見てるだけで。あ、そっかそっか。でもそっか、ひろきさんじゃアバターになりたいみたいな気持ちもあった時あるんですね。あの、僕もそのあの、ネットのコミュニケーションが好きなのは、テキストだけで、自分の要素がなくなるからなんですよ。そうか、それが2チャンネルですもんね。あの、アカウントないし匿名性だし、顔も出す必要ないし声も出す必要ないので、あの2チャンネルってなんかネガティブな面めっちゃ言われるじゃないですか、うん、でも本当はなんていうかいろんな意見も出せるいい場所のはずじゃないですか、うん、どうしてればあれがそのネガティブイメージにならなかったと思います。まあ、でも別にネガティブイメージのない掲示板って世の中にいっぱいあったと思うんですよね、うん、で多分それの名前言ってもわからないっていう、結局面白くないんですよ、うん、そのなんか人が嫌に思うようなことをやめるようにしましょうとか、人に優しい掲示板みたいなのを多分やっても人は集まらないし面白い情報も集まらないので、誰も思えてなくて廃れていくっていう、うん、だからその人が自由に発言するっていうのを、そのまあ例えばジャイアンツが好きな人はジャイアンツの悪口を言われるのは腹が立つんですよね。でもジャイアンツの悪口が言えるようなところの方が楽しいと思う人は多いんですよっていうのがあって、必ずそのこういうの嫌いだよねって文句を言う人が出てくるんですよね、自由にやるとっていうことなんじゃないかなと思うんですけど、あれだけ大きくなってるんだから必然っていうことなんですよ。まあ、そういう、例えばじゃあ、ジャイアンツの悪口を言うのをやめようになると、選手の悪口を言うのをやめようで、そのうちそのスポーツの話やめようになっちゃうんですよね。ってやって、どんどん規制を入れていくと、あの、面白くないから人がいなくなるっていう。なので、今日本で残ってるのは、ヤフー掲示板と、Facebook と Twitter と、あとインスタとかなんですけど、ヤフー以外全部外国なんですよね。要はその、日本の圧力に負けてしまって、コミュニティ閉じてしまうっていう。それでどんどん日本の発のプラットフォームは潰されてるってことですね。で、Yahoo も承認性を入れたので、多分だんだんユーザーは減っていくっていう。でも、Twitter に負けちゃうというか。まあ、ただ、ニュースが出てきて、それに対してコメントをやるっていう、あのスタイル自体がすごく面白いので、なので、あの残り続けるとは思いますけど。YouTube は今後どうなってきますか？消えたりとかする可能性ありますか？よくなんかまあ本当にテレビに僕がいた頃にまあなんていうか何を根拠に言ってんだろうとか思いながら、あの、まあ、YouTube の時代だっていつまで続くか分かんないねとかって言う人いたんですよ。でも言ったらテレビ局全局合わせても別に Google の企業価値ないじゃないですか、だから絶対そんなことはないよなとか思ってたんですけど、どう考えても YouTube に勝てる状況が思いつけないですよね。あの、まあ、僕ニコニコ動画っていうのをやってたんですけど、あの、動画配信コストってめちゃくちゃ高いんですよ。あれってかサーバーに、あの、
貯蓄していくってことなんですか。あ、まあ、その例えばパケット代払って携帯って繋いでたりしたわけじゃないですか、うんうん、で結局データを送るのってお金がかかるんですよ、うん、でそれを動画を配信するときってテキストに比べると1000倍とか1万倍とかのコストがかかるんですよ、うん、で Google ってそれ払わなくていいんですよ。そうです。その、Google のサービスを使いたいっていう、その、じゃあ、ニフティサーブとか、そのなんか、プロバイダーっていうのを NTT とかに一般ユーザーを契約するじゃないですか。で、お金を払ってインターネット繋ぐんですけど、で、それでじゃあ、僕がニコニコ動画っていうのをやりますっていう時に、NTT さんのユーザーに見てもらうために、ホスティング業者にお金を払って、データを転送するときに、転送代を払わないといけないんですよ。ところが、Google さんの場合は、プロバイダーが、Google さんお願いしますから、あなたたちのサーバーに繋がしてくださいって言って、データをタダでもらうラインに引いてるんですよ。なので、Google に置いてる限り、あんなにでかい動画をバンバン流すのが、タダで流せるんですよ。で、あの量を、自社でコストを払って、成立して、その、行こうとすると、Google の YouTube よりももっと儲けないとコスト合わないんですよね。でもそこをするとコストが安くて済む YouTube とどう戦っても勝てないっていう。もし勝つとしたら Amazon ぐらいじゃないですかね。ネットワークをちゃんと抑えてる企業っていう。なのでそのインフラを抑えちゃったので YouTube に勝てないっていう。なんか面白いコンテンツ作ったらいいよねとかそういうレベルじゃないですよ。ちょっとまた友情課金かどうかとか、そういうので差別化するぐらいしかないってことですか。そうですね。なので、その、一般の人が無料で見たいものじゃなくて、ちょっとしたもので、マニアックなものとかっていうので、もう、普及を見る道はあると思うんですけど。10年後とか、今のやってる YouTuber さんたちは、どうなっていくと思います？それこそ、まあ、ヒカキンさん、はじめ社長、ヒカルさんとか、まあ、朝倉みゆきさんも、でも、まあ、朝倉さん引退するとかっておっしゃってますよね。あ、でも、ヒカキンさんとはじめ社長は、今のペースをずっと続けるので、多分何の問題もなく残り続けるんですけど、で、ヒカルさんが特殊事例で、あの人、毎回企画で生きていこうとしてるんですよね。で、はじめ社長とヒカキンさんって、万年企画で許されるんですよ。なんか別にそんなに面白いものを出さなくても見えるんですけど、ヒカルさんは面白いものを出し続けなければいけないと思い込んでて、で実際にでもそういう企画をずっと出し続けて同じラインに立とうとしてる人なので、かなり特殊なんですよね。だコムドットさんもヒカルさんの方向性で言ってるんですけど、あれでいくとどっかで企画が思いつかなくなって潰れるか、マンデリに流れるか、どっちかに行かざるを得ないはずなんですよね。とかでそのマンネリやってなかった人たちがマンネリになった時にどうなるかっていう。そうですね。その面白い企画でやってたけどマンネリ化してあれつまんないよねって言って落ちてった YouTuber っていっぱいいるんで、サザエさんとかその徹子の部屋とか面白くないじゃないですか、うん、面白くないから続くんだと思うんですよね。僕が30年目指そうとしてるのはちょっと面白くなくなろうとしてるっていうことになってくるんですね。あれは最初のさん本当にそういう意味で特殊な才能を持ってると思います。なんか嬉しくなくなってきましたね。はい、すいませんね、こんなちょっとフランス行きとか元取ろうみたいな貧乏根性でこんな長くまで引っ張っちゃって、はい、いやすごい特殊な人で特殊な結果でこうなってるので、すごく面白いその歴史の一面に参加してる感はあります。本当ですか、ありがとうございます。あの100万超えてる人で、うん、そこまで裏方感抜けない人って僕会ったことないですよね。そうですか。あでも有名 YouTuber とかに会う機会あるじゃないですか、うん、そうするとやっぱりその俺すごい感どっかに持ってるじゃないですか。あれが なぜ生まれてこないのかっていう、すごいやっぱ特殊事例だと思うんですよ、三四郎さん。なんかでもこれって僕ディレクターじゃないですか、うん、でこの前も元廣監督って踊る大捜査線やってた元廣監督に会ったんですよ、うん、でなんか羨ましいって言われたんですよ、うん、なんかこんな自由にって、それがめちゃくちゃ腑に落ちなくて、というかこっちって映像的にはずっと顔のアップ、時々絵がオフになって黒に白い文字が出る、とコメントのテロップじゃなくて真ん中にテロップが出て、この3種類ぐらいしか絵の構成ないんですよ。でも元廣監督ってもう数十億かけて、でしかも、まあ、実写だと未だに踊る大捜査線って1位なんですよ、はいはい、レインボーブリッジ封鎖制度ですか、
でかつね、いろんな俳優使ってとかって、その映像のクオリティ的にもなんていうか、こっちに羨ましいと思う要素って全くないじゃないですか。ほう、まあ、想像で喋りますけど、元浦監督って自分の過去にまず勝ててないっていうのをずっと追い続けなきゃいけないじゃないですか。要は、1位を超えられないっていうのと、あと、期待をしてくる人がいるので、お金集まっちゃうじゃないですか。そうすると、そのお金使って当てなきゃいけなくなるじゃないですか。だから、本当に撮りたいもの、作りたいものより、その周りの関係者の欲望を満たさなきゃいけないっていうので、多分自分自身で作りたいものとか、でもう素直に作れないんじゃないかなと思うんですけどね。ああ、で、その、例えば、10億円って大成功ですけど、元廣監督が10億円出したとしても、みんなそこまで大成功ってもう言わないと思うんですよね。普通だね、みたいな。で、むしろ、あのキャスト使ってその程度ですかみたいな、なんか、見られ方しちゃうっていう。だから、より企画も考えなきゃいけないし、その、演出もどうするとか、すごい頑張んなきゃいけないと思うんですけど、ひょいひょい言って自分でやりたいふうにやって、楽しく暮らしてるじゃないですか。ああ、そうっすね。あ、そうか、そういう意味なら羨ましいとかですかね。そっか、最初から、そうっすよね。だから、多分30年後、まあ、その、年齢の問題ですけど、じゃあ10年後に、多分同じことして同じように幸せってるんですけど、お父さんは10年後かなり大変だと思うんですよね。要はトップランナーで居続けなきゃいけないっていうのをやり続けなきゃいけないじゃないですか。そうですね。そのプレッシャーたるはえぐいっすもんね。だからそういう意味でやっぱりそちらに行かなくて良いという性格とか、その人生経験とかっていうのはかなり稀有だし得してると思いますけどね。あ、でも僕は僕だからその劣等感があるから時々ミュージックビデオとか作るんですけど、うん、あのバズったことはないですよ。いや、あの、いいねとは言ってくれるんですよ。主題歌の MV に東野さんとか出てくれて、うん、まあ、見てくれた人はいいねとか言ってくれるし、この前も坂上忍さんとか、あの、大島さんとか出てくれた MV とか作って、まあ、自分なりでもいいのできたなとか思って、で、かつ、まあ、ファンの人、まあ、大森さんの大森聖子さんって、曲書いてくれてるファンの人とかは、なんかすごい、いい作品だとは言ってくれるんですけど、バズるはしないですね。やっぱ。そうやっぱ、クリエイターってあの、身の程を知る機会が多いから、いいですよね。そうっすね。勘違いして、やっぱり、すぐに作品って、その身の程を知るじゃないですか。バズりイコールいい作品なのかっていうのはまだ別に置いといて、でもまあそういうことを気持ちとしては思ってるつもりなんだけども、やっぱ多くの人に見られたいなっていう感情はあるから、うん、なんかそうなんですね。ちょくちょく身の程を知る機会があるは人として重要な気はしますけどね。あ、だからそれで言うとめちゃくちゃ体感したのは、うん、大阪のとあるトークライブハウスから、うん、オファーを受けて、うん、トークライブってのをやったんですよ。はいはいはい。で60人キャパだったんですよ、うん、で当時30万人ぐらいいたんですよ。はいはい。速攻埋まるもんだと思ってたんですよ。60人だから、はい、まあ、30万人登録者が来れば、はい、それは 1% が来ても3000人ですからね。5日前でやっとギリギリ売り切れたみたいな感じになってて、こんなだそういうので現実見てるかもしれないしね。あとそこで思い知らされたのは、俺のこと好きで見てきてるはずなのに平気で滑るんだっていう、あのその能力のなさをまだまだと感じてるっていうのは、だけどなんかあの人前で喋るって意外となんていうかそういう屈辱味わっていいなと思って、はいはい、月1で横浜でもやってるんですけど、それ毎回20人30人を集めるためにあの手売りしてますね。だからそこらその現実みたいなのもありますね。あの、所詮これただで見れてるからこうなんだなっていう。はいはいはい。もうアウェーで嫌な思いをする必要ないじゃないですか。でもアウェーじゃないですよ。好きな人が見に来てるから。アウェーではないんですよ。っていう意味でね。そう、あの、まあ確かにね、僕が人前で喋るっていうことの戦場はアウェーなんですけど。はいはい、あ、でも僕が一個だけ YouTuber の人に思うことは。うん、ファンの前でも滑るっていう経験を早くすれば芸人への劣等感ってもうちょっとなくなるんじゃないかなって思ったんですよ。そこで思ったのは、はいはい、確かに結構 YouTuber の人たちって芸人より面白くないの当たり前じゃんみたいなこと言うじゃないですか、はいはいはい、でも別に才能がないわけじゃないと思うんですよ。だって別に何のつてもなく
あそこまでこう上り詰めるわけじゃないですか、自分たちにカメラを向けて、はい、僕なんてだって東野幸治さんとか千原ジュニさんのおかげでこうなってますからね、はいはいはい、ただのその寄生虫というか、はいはい、そうじゃなく100万とか50万とか言ってる人でもそんな劣等感あるじゃないですか。でもそれって確かに編集ができたりとか後からの作業でどうにかできちゃう環境をずっと続けてるからその滑るみたいな、はいはいはい、そのことの体制がついてないという感じなのかなと思うんですよね。芸人って劇場に何回も立って死ぬほど滑ってきてるじゃないですか、言ったら、はいはいはい、まあ、死ぬほど滑った果てに M1 グランプリの爆笑があるような気がしてて、だからなんか早めに滑る経験をする YouTuber が現れたら、なんかもしかしたらそのお笑い的にもこの人たちは才能別格だよねみたいな人現れたりもしないのかなと思ったりしますけどね。でも滑る経験をし続けるって、まあ、YouTube だと再生数回らないとかだと思うんですけど、うん、やめちゃうと思うんですよね。ああ、そっか。そうか、しかも再生でチヤホヤされてるのに着前で滑るんだったらやんない方がマシになりますもんね、うん、あとでもファンが来て滑るってかなり特殊ですよ、うん、いや、それだから普通ですよね。あの一応なぐさめとして、あのや別にあの笑いとかなくてもいい、面白いですよとか言ってくれるんですけど、なんかこっちとしてはなんかあれなんか受けないなって。いや、だってファンってその、ね、そのリアル会うことはないから基本もテンション上がってるじゃないですか、はいはい、だから足が転んでもなんかちょっとリアクションが来ちゃう人たちが集まってらさおり、それで滑るって相当ですよ、はい、だから今大阪でやったんですよ、70人前に、うん、最初1時間はめちゃくちゃ滑って、うん、その後今やって雇ってるスタッフがいるんですけど、うん、その人と何かしたけど喧嘩することでそれが唯一受けましたね。マジで喧嘩したらそれだけ受けましたね。そう、あ、そう、だからそうですね、あのちょくちょく現実は見せられてるっていうのもあんのかもしれないですね。あ、でもそこのファンでも受けないのやっぱり才能だと思いますよ。だってファン集めたら、うん、やっぱ受けちゃいますもん、うん、だってお金払って見に来てる以上、はい、やっぱそのテンション上げてる楽しんで帰ろうと思うじゃないですか。いや、そうですそうですね、なんかそういう地獄を見てる、地獄ってか、まあ、地獄じゃないですよ、だって来てくれてるからね、ありがとうございますよ、はいはい、こんな素人とかね、別に連絡でもないし、はいはい、顔がかっこよくもなく話が面白いわけでもないのに来てくれるってのはありがたいことですけどね。はあ、やっぱなんかすごく変わった人だからうまくいってるんですよね、三四郎さんは。そうなんですか。だからそういう意味でその本当転職だと思いますよ今の。ちょうどいいバランスでたまたま他にできる人がいないっていう。あとある種恩知らずじゃないですか。ああ、ちょっと想像も入るんですけど多分そうじゃないかなって気がしてて。あ、恩知らずというか、それこそこれ僕このパリクロの2回目なんですけど、うん、その AD の時に来て先輩にあなた恩着せがましいんだよって切れたことありますもんね。いやでもそれはちょっと恩着せがましいと本当に思ったんですよ、はいはいはい、なんかどんだけ俺に世話になってると思ってんねんって言われて、えでも仕事じゃんってことなんですよ、はいはいはい、いや教えてくれるのも仕事だろうし逆にこっちも仕事してるので返してるんだと思うので、はいはいはい、それでなんか恩着せがましいんだって言って、いやでもまあ一応なんかおさりさんって返してるつもりではあるんですけどね、一応、はいはいはい、でももしかしたら普通の人よりは恩義とかない世界で生きてるかもしれないですね。いや、多分あるんですよ。それを無視してるだけで無視。いや、例えばじゃあジュニアさんとかその東野さんが、うん、その全然何もない時代出てくれたわけじゃないですか、うん、してじゃあジュニアさんがこの芸人を今ちょっと注目してもらいたいと思ってちょっと三四郎これやってくんでって言わないですよ、恩知らずだから言ってもやらない可能性がある。なるほど。でも他の人だったら、うん、多分言っちゃう気がするんですよね。あ、でも最初はやってましたよ、吉村さん、信子の吉村さんも同じく出てくれて、うん、まあその同期の人を面白いよって言ってくれて、価値のある人じゃないですか、はいはい、だから多分その事務所つながりとかで、はい、なんかちょっとこれできないお願いできないみたいなのを平気で切り捨てるっていう、はいはい、ああ、それはある、あ、いや、あるというか、まあ時と場合によってこうごめんなさいとかしてる時はあるかもしれないですね。それがやっぱり可能っていうのもある種才能だと思うんですよね。ああ、そうか、それを言われたのは初めてかもしれないですね。人
当に恩着せがましいとか言ったことあるかもしれないですけど、うん、あなた恩知らずかもしれないですよねってのは初めて言われたかもしれないです。だから恩着せがましいって言っちゃうのも、恩を受けてると人が感じるところを感じないから、いや仕事でやってるだけだからあなたに恩を感じる必要ありませんって思ってるじゃないですか。いやいや全員にじゃないですよ。あちゃんと僕にも人生を変えてくれたと思ってるリスペクトしてる人、まあ、数人いらっしゃるんで、そこのラインが一般人と違うんじゃないかなと思うんですよね。あでも確かにそういった3人の人のからこの仕事やってくれないって仕事を私に平気で断ったりとかしました。ディレクターの時もスケジュールがないですとかって結構言えちゃうタイプでした。そこら辺のその恩知らずも含めて才能だと思います。なるほど、ありがとうございます。なんか喜んでいいのか分かんないですけど、あでも YouTube の成功と恩知らず重要かもしれないですね。ヒカルさんも恩知らずですからね。ああそうですか。あの人いろんな人の世話になったんですけど返せないんですよ。だから返したらもう切れないんだと思うんですよね。でも返せなくていいっていう人だけ残って、怒った人は消えてくるんですけど、でも成立してるんで、やっぱ恩を感じてしがらみとかに縛られ始めちゃうと多分いろんなつまらないことやらなきゃいけなくなっちゃうんですよね。確かに、あんまり、恩知らずっていうとちょっと言葉はハードかもしれないですけど、あんまり癒着っていうものをそこまでしてないかもしれないですね。うん、外録チャンネルの性質上そうなんですけどね、言ったら、はい、2回目以降、同じ人が出ると、双方にダメージがあるっていうシステムになっちゃったんで、はいはい、例えば、間を置いて2回目出る人がこういうことないですよね。まあ、前後半で後半の方が伸びるとかたまにあるんですけど、まあでも告知とかあるから出たいですって言われたら、普通はまあ一回お世話になってるし、ダメージありますよと言いつつもやらざるを得ないって考える人もいるじゃないですか。うんうん、ただダメージあるし、メリットね、再生数回らないから無理する無理するって言っちゃうじゃないですか。いや、まだそんなことは言われることは、まあ、言われたことがない、まあ、言いそうだから言わないってことなんですかね。この人通じねえなっていう、そのオーラは出してると思いますよ。あと、テレビマンらしい、ズーズーしさっていうのがやっぱあるじゃないですか。はいはい、例えば僕が断り続けても最後まで食いついてくるみたいな。はいはい、だから、あれもやっぱり才能だと思うんですよね。そうですね。なんか、一応フランスまで行くって言ったら、受けてくれるって言ったから、じゃあ受けてくれるかもな、フランスまで行けばみたいな。会いたい人には会いたいみたいな。だから偉くなっちゃったりお金持つと高額のギャラを払うみたいな、うん、そこら辺の一切成長してないところすごいと思うんですよね。あでも怖い、これピンにしちゃいますけど、さんには払います。いや、まあ、向こうからの提案ですけどね。はいはい。そう、でかつそのなんか外録ってよく、うん、一般の人が出たら面白いみたいなことを言う人いるんだけど、はいはいはい、結局でもパイを広げられてるのは有名人のおかげなんですよ、はいはい、だからマックス松浦さんとか、はいはいはい、まあ、ガーシーさんとか、まあ、上優さんとか、はいはい、なんかホームラン打つ人を3ヶ月に1発ぐらい放り込まなきゃいけないんですよ、はいはいはい、でそうするとなんか、まあ、周りの一般人の回で面白かったやつが多分 1.2 から 1.5 倍ぐらいの再生になると思うんですよ、その付近のもの、はいはいはい、なんかまあ、ついでに感じて、まあ、はい、勝手な裸がですよ、はいはいはい、タラレバの話なんで、うん、だからどうしても必要だっすね、はいはいはい、じゃここはハローみたいな、そう、ここはもう向こうが行ってきて、まあ、無理じゃんその金額と思って回収できないけど、まあまあでも貼るしかないかみたいな、だから全くノーギャラじゃないですよね、はいはいはい、みんな今は面白い、そうですね、そこでもギャラ感とかも調べれば相場感あるじゃないですか、はいはい、だからそこの相場は高いなとかも調べないですよね、調べないというか、もう僕テレビの業界にいたんで、うん、なんとなく分かるんですよ、はいはいはい、今のこの人だったらこれぐらいかなって、でもそれテレビだから納得するだけだって、うん、こっちには多分どっちかっていうと営業感覚だろうなと思ったんですね。ああ、はいはいはい。そっかそっか。はいはい。確かに下に見られてるっていうか、はいはいはい、ですね、うん。そう、で、それでなんかこう、強く出れる度胸もないし、もう、出てほしいから、飲んじゃおうっていうふうに、はいはい。しましたね。優秀ですよね。今でもちゃんと、普通にやっぱメディア出てますからね。うん、いい意味で、タレントですよね。やっぱり。それこそ、うん、外録で YouTuber よりもタレントの人の話の方が
受けるのは確かにそういうところにあるのかもしれないですね。なんかだって勝俣さんの話とか、150万くらい回ってるんですよ。トークのクオリティとしてめちゃくちゃ高いと思うんですね。しかも登場人物も豪華だし、雲南ダウンタウン、トンネルズとのなんか逸話みたいなのも聞けるから、それ聞いたらめちゃくちゃ面白いですよ。だからまあ回ってると思うんですけど、芸人の滑りの練習と一緒で、やっぱ芸能人である程度まで行った人ってその面白い話を状況に合わせてちゃんとやるっていうスキルめちゃくちゃ高いですからね。そうですね、それは感じますね。確かにそれで僕が勘違いしたかもしれないですね。そのスキルのおかげで成功してるんだけど、なんかインタビューうまみたいな感じのことをコメントで来るからなんかあれ俺そんな他人のスキルにただ寄生してるだけなんだけどなみたいなでも芸能人でも割とその出るのは結構躊躇されなくなるわけじゃないですか、ここまでもあってきて。あでもやっぱり女性で綺麗め系のギリバラエティ出てるぐらいは難しいですね。メリットないですもんね。そうですよね。まず一人そのジャンル成功すると多分こんな感じでっていうので、なんかそのこれに出てうまくいくっていう感じがしないっていうところを、なんかカテゴリーずつちょっとずつ打破していけば。そうですよね。確かにそれもしつこくオファーすれば崩せるかもしれないですもんね。うん、多分そこはもう時間の問題で崩せると思いますよ。来年からは足を使ってもうちょっとオファーしていこうかなって思いますね。週4にするんで、はいはいはい、そしたら外交をあんましてきてないんですよ。ほう、そのだって言ったらひろきさんにもただのサイバー攻撃じゃないですか。まあ、そうだ、メールだけで。メールっていう。はいはいはい。岡田さんも言ったらサイバー攻撃でこう、まあまあ失礼だと思ってないですけど、思いはあるから。はいはい、会いたくてサイバー攻撃してるだけだから。はいはいはい。でも確かに。実際に一回会ってみるっていう効力はきっと出る出ないではだいぶでかいかもしれないなとは思ってるんですよね。ああ、でもサイバー攻撃でうまくいってるのにちゃんと足を使おうっていう基本に戻ろうとするんですね。そっちの方がなんか奇跡っぽいこと起こるかなみたいな。あなんかサイバー攻撃限界感じてて、はいはいはい、タモリさんサイバー攻撃じゃ出ないじゃないですか。そうですね、確かに。で、多分僕のストーリー的にいいとものクズ AD だった人間が、天海祐希とタモリのトーク携帯鳴らして邪魔した人間がタモリさんをこうやって迎えるっていうのが多分一番ストーリーとしてはなんか美しいというか、はいはいはい、なんか一個の集大成かなと思うんですよね。確かにタモリさんは本当に足使ってしかいけないだろうし、足使ってちゃんと成果出せたら面白いですよね、うん、そこはでも別になんかもう努力をしないで適当に回してるだけでもお金には全く困らなくなるじゃないですか、うん、そこはでもやっぱりどんどん自分のこの人の話を聞くっていうところにその突き詰めたいんですよ。まあでもそっちの方が人生的に面白いじゃないですか。クソみたいな AD がね、結果一応タモリさんが死ぬ前に話聞けるっていうのはなんかまあ叶えられたらすごいなっていうのと、別にまあ諦める必要はないんじゃないかなって思うし、あとブランドものを持つ才能はないんですよね。ほう、才能がいるんですか。いると思いましたね。この前財布を人にあげたんですよ、うん、ひょんなことが、はいはい、で買おうってなるじゃないですか、うん、でまあ昔より金持ってるじゃないですか、うん、伊勢丹とか行ったんですよ、うん、グッチとかシャネルとか見るじゃないですか、うん、あこのロゴなかったら買うんだけどなって思っちゃって実に払える10万円は持ってるみたいな、はいはいはい、でもこのロゴを持ってる俺を見られたくないみたいな気持ちになっちゃってで伊勢丹を上から下まで全部登ったんですよ、メンズ館を、はいはいはい、で唯一他人からバレないブランド財布っていうのがなんかボッテガの、ボッテガって分かりづらい財布があったんですよ。あ、はいはいはい、それが8万円ぐらい。へで、もう一個が、コムデギャルソンの、でもコムデギャルソンって書いてない、3万円ぐらいの財布があったんですよ。で、どっちの方が機能がいいかって見たら、カードが、ボッテガの方が8万円ぐらいしか、6万円ぐらいしか入んなかったんですよ。一方でコムデギャルソンちっちゃいのに、12万円ぐらい入ったんですよ。だから結果僕、2時間ぐらいかけて、前使ってた財布より安い財布買ったんですよ
そもそもなぜブラスの財布を買おうと思ったのかっていう。いや、なんかちょっとだけ成功したからと思って、俺もそんなの持ってもいいんじゃないかと思って買いに行ったんですけど、はいはいはい、そういう才能がないんだと思った時に、わかります、その感じわかります。なんか一生持たなくてもいいんだなっていうのに、なんかあの分かってたつもりだったんだけど、はいはい、まあなんか9割が10割になったって感じですかね、はい、だから今後僕がルイ・ヴィトンのロゴが入った T シャツだったり、キャップだったりカバンを買うことは多分一生ないんですよね、多分。わかります、僕たち。っていうと思ったのが、上流階級になる才能がないんですよ。あー、そっか、そうっすね、うん、確かに貧乏根性すぎて足元見られて追い出されちゃいますからね、うん、なんかだからちょっと高い服買おうと思っても絶対に高いってバレなさそうな服買いますもんね。なんかそれでもそのロゴがバレると恥ずかしいっていう美学はどこから来たんですか。でも世の中の人ってそのロゴを見てもらった方がかっこいいと思ってもらえるっていう全く別の思いを持ってそのロゴを身につけるじゃないですか、うん、でもそのロゴを見られたら恥ずかしいって僕は分かるんですけど、その感覚の方がむしろおかしくないですか。なんかテレビ番組僕がやってた頃ってディレクターの上に総合演出って位があるんですよ、はいはい、でそれをだからフリーのディレクターたちとか、まあ、目指すんですけど、うん、ゴールデンの番組って当時なんか主婦に向けた情報番組しかないんですよ、はいはい、だからこの赤羽にはなんか100円でブラウスが買えるスーパーが乱立してるんですみたいなナレーションを、それこそコム・ドゥ・ギャルソン のハートがついたシャツ着ながらルイ・ヴィトンのカバンを横にパソコンをいじながら書いてるなんかその先輩を見てめちゃくちゃ滑稽だなと思っちゃって、はいはいはい、こいつ主婦に向けた激安情報をナレーション書いてるのにルイ・ヴィトンとか身にまとってるんだみたいな、はいはい、とかそれはバカを騙して稼いでるで自分が欲しい高いものを買えるからかっこいいっていう考えをする人もいるじゃないですか。だからそれはその稼いでるっていうことにかっこよさを思わなかったってことですかね。そのなんていうか、みんな大体基本40代から50代、まあ、30代もそうですけど、うん、てかまあ大体のディレクターはみんなゴリゴリお笑い番組作りたいとか思って入ってるわけですよきっと、はいはい、まあ、古くはゴッツめちゃイケ、あの内村プロデュースとか、はいはい、でもそれが夢かなわずしてどこかで妥協してそれをやってるっていうことをかみしめながら生きてるんだから、はいはいはい、なんかかみしめた服装しろよとかって思っちゃうんですよ。なんか何かみしめてね服装してんだよみたいな。あ、じゃあお笑いのバラエティのすごい一線のやつをやってるプロデューサーとかがそのなんかめちゃめちゃいいロゴつけてるとかは全然さすが成功って感じなんですか。あ、でもなんかそれもそんなに思わないかもしれないし、もしかしたらなんか笑いがとか言ってる人になんか見た目の方とか気にするんだみたいな、はいはいはい、ちょっと思っちゃいますね。なんでしょうね。だから性格が悪いからなんか基本否定から入るっていう良くない感覚を持ってるのかもしれないですね。でもそれ良くない、あのまあ一部に対してかもしれないですけどね。綺麗に着こなしてる美男、まあ乾くかかんぐらいってのもあるかもしれないですけどね。あ、まあ、でもロゴがついてるデザイナーで高そうな服とかを見てかっこいいと思ったことが僕一度もないんですよね。だからその金でかっこいいと思われたいと思っている人です私っていう情報しか来ないんですよ。あ、そうですね。そういうところに魅力を感じたことがないっていうことかもしれないですね。やっぱそんな発想あったのみたいなことにしかかっこいいと思ったことがないから、うん、で、うん、そのなんか普通にミランとかイケメンとかってどうでもいい T シャツとかで普通にかっこいいじゃないですか、うん、だからそんな変なロゴつける必要ないから、だからやっぱりそのちょっとイケてないとかスタイル悪い人が変なロゴつけて生きるから、うん、そのなんか
いや、要は、モテないっす、生きてますっていう証明書を自分で出してる感が、すごい見えてて、だから僕もその感覚があるんですけど、ただ一般の人は全然真逆の感覚持ってるじゃないですか。だからやっぱり、生きづらいんだろうな。生きづらい。まあ、まあ、そうですね。まあ、あと、まあ、まあ、そもそもちょっと貧乏出身っていうのもあるからかもしれないですけど、なんか。はいはい。なんていうか。でも貧乏出身の人が見返してやるぜって言って、なんかすごい高いものバンバンつけるっていう、あっち側の人いるじゃないですか。はいはい。ああ、確かにいますね。なんか金の指輪をつけてみるとか、なんか金のネックレスをつけてみるとか。似合わないからっていうのがあるのかもしれないですね。でもなんか割とその体格いいし、ジグロだから金のネックレスとかは普通に似合うんじゃないですか。そうっすね、なんか金のネックレスつけてるなって思われたくないんですよね、やっぱ。そうですね、うん、だから僕ここ来るときに、うん、アナのホーチミントランジットの、ベトナム空港でパリに来たんですけど、はいはい、アナでホーチミン行くときに、なんか初めて CA さんからなんか急に水持ってきて、僕にだけ、はいはい、何人ごとと思ったらいつも見てますって言ったら水渡されたんですよ。はいはい、でその時に一瞬だけ、あ、ビジネスにすればよかったなって一瞬だけ思ったんですけど、はいはい、いや逆だなと思って、ほう、俺がビジネスに乗ってたらこの人たち多分嫌いになるなと思ったんですよ。なんかキモこいつみたいな。なんかお前ごときが何、なんかリクライニングシートを倒そうとしてんじゃねえよみたいに思われちゃうだろうなとか。いや、 CA さんはもうあのお金使ってくれる人はいい人なんで、むしろビジネスの方が喜んでくれると思いますよ。何ですか。いやでもなんかだから一瞬だけビジネスにすればよかったかなと思うんですけど、もうあの5分後にはやっぱあのエコノミーでよかったなと思いましたね。あの普通に、いや、その見た目とかは気にしないけど、人にこう見られたくないっていうのは結構強いですね。そうですね、こう見られたいというよりはこう見られたくないのが強いですね。こう見られたくないめちゃくちゃ強いですね。だから普通の人ってやっぱかっこよく見られたいとか、そのプラスのこう見られたいのが多分願望強いんですよね、きっと。なんか僕もなんか承認欲求マイナスなんで、こう見られたくないが強いですよね。はいはいはい。あ、そうか、そうですね。自分の話するの、はい、だから装飾品とかつけるのもやっぱ好きじゃない。僕ちょっとだけ違うのは、人の話聞きまくってるせいで今こっちに流暢に喋っちゃってるじゃないですか、はいはい、聞いてもらえるのはめっちゃ嬉しいんですよ、あの人に。はいはい、はい、なんか笑ってくるのも嬉しいみたいな。はいはい、で一回だけやっとくらいちょっとだけ受けたから次やったらめちゃくちゃ滑ってるっていうのをあの食らってるっていう言葉なんですけど、あ、まあ、最初のさんの面白さって分かる人少ないタイプですよね。特殊性のある人なので、あの僕はすごく面白いと思うんですけど、多分、まあ、この部分あの流れてもみんな多分つまんないっていう、そういう感じ。いや、すいません、こんな長々自分の話するとこをブロックをしちゃったりとか使ってどうすね。いや、なんだな、だから、あの成田悠輔さんのファッションとかめっちゃいいなと思いますけどね。なんか、はいはい、何の服かとかもわかんないし、なんか自分が好きで着てるんだろうなって思うから、あのメガネとかもね、なんか、なんか成田さんはファッションを作ってる人とかその哲学とかそっち側で買って、結果としてあんな形のファッションになっちゃってるっていう、だからオタク的に服装が好きですね、ファッションとか。そう、作り手が好きだからじゃあ買うで、買うものは何でもいいっていう感じじゃないかなと思うんですけど。ありがとうございます。なんか取り留めなくていうか、だってもう眠いですね、ひろきさん。まあでも後半の方が僕は面白いです。ごめんなさい、もう一個だけズーズーしようお願いしていいですか、はいはい、僕の妻の姉の小4の息子がいるんですよ。はい、ひろゆきさんのファンらしくって、はいはい、普段そんなこと言われたことないですよ。外録やってて初めてサインもらってこいって言われて、ひろゆきさんの、いいんですか、一応色紙を買ってきてくれて、はい、すいません、こんなところです。ひらがなでいいんで、ちょっとはるまくん入れて書いてもらっていいですか。はるまくん、日付とはるまくんもらっていいですか。めちゃめちゃちっちゃいっすね。名前を大きく書くのが苦手で。あ、そうなんですね。
ありがとうございます。すいません。あ、でもまあこれこの動画に撮っといけばちゃんと証拠に残ると思う。まあ、あの、本人感はあると思う。すいません。じゃあ、じゃあ一応、一応、すみません、またずっとしてお願いしますか、はい。これ持って写真撮ってもいいですか、はい、僕とツーショットで。すいません、ちょっと。でも、ひろゆきさんは顔がかっこいいじゃないですか、普通に。その自覚はないんですか。いや、普通の一般市民ですよ。え、モテた時期とかないんですか。顔でモテたことはないですよ。顔でモテたことないんですか。はい。有名モテですか、どっちかっていうと。有名になってからは特にモテる必要だったことがないので。あ、そう、もう彼女いるから。ええ。ひろゆきさん、ありがとうございました。お時間作っていただいて。いや、本当後半はすごく楽しかったです。本当ですか。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあパリを楽しんでください。はい、ありがとうございます。大切な人に先立たれた鈴木さんの歯を治そうクラファン絶賛実施中です。500円から参加できますので概要欄のページからぜひぜひご支援お願いいたします。目指せ100万円です。2023年1月21日19時から外録チャンネル札幌トークライブ開催決定です。前売りチケット2500円で販売中です。終演後オンラインサロンメンバー限定のオフ会も開催予定をしてますのでぜひぜひご参加お願いします。さらに北海道遠征時の出演者もまだまだ募集しておりますのでご応募お願いいたします。